はい、えー、それでは今から令和4年度第一回担当式本試験財務会計論回答速報動画始めさせていただきます担当はレックスに講師鍵山ですよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さんですね本日は担当式本試験本当にお疲れ様でした えまあ一日ですね、えー、こう長いね戦いの中でですね、えー、まあやっとですねちょっとですねご自宅にえ帰り、えー、まあこの動画をご覧になられているということはまあ丸付けなんかをですねしている方がおそらく本日ね動画を見られている方なのかなと思いますし、えー、またですね、えー、まあ後日ですね見られている方もいると思いますけれども、えー、まあ本当に、ね、お疲れ様でした、ねえー、財務会計についてもですね回答速報まあ回答数値ですねで揃いましたので、えー、まあ簡単ながらですね少しまあ解説の方をですねさせていただきますよろしくお願い致しますはい 本日、ですね令和4年第1回目の担当試験,試験、えー、財務会計論の印象としては、ですね、えー、まあ前回よりもですね、えー、まあ優しくなったのかなという印象は受けました。はいえー、まレベル感としては、本当に標準レベルのですね、まあ、いい問題が揃っているような形で、疑、まあ、問難問というものも、財務会計に関してはほとんどなかったのかなというところですね。はい でえー、出題形式としてはですね、目標的には同じですね、ほぼ変わらず、えー、個別の計算問題が13題、理論が9代、まあ、前回はですね個別の計算問題が12題、理論が10代、えー、だったので、えー、計算が1台増えて、理論が1台減ったという、ですねまあそういうですね陣容ではありますけれども、まあ大幅なですね変更というものはなく、そして連結会計の総合問題が6台、えー、ですね、えー、こちらも前回というか、まあ、ここ数年ですね、同様の形式になりますので、えー、大幅な形式の変更というものはなく、ですね、えー、従来通り、まり、あ、受験生にとってはですね比較的落ち着いて、 取取り込め取り込込めめるようななでですすね形式だったのかなと思います、はいまはもうね早速なんですけれども気になる方が多いと思いますので、えー、まあ、予想ボーダーというところですね、えー、こちらのプレゼンターの方に移させていただきます。えー、まあ、これね当日まだ試験が終わってから、まあ、6時間経っていない段階でのですね収録になりますので、えーまあ、ほとんどね受験生さんの声は聞いて いないという状況で講師スタッフとですねミーティングをして決めたボーダーになりますので後日ですね来週分析会がありますがその中でまた適宜修正を図っていく可能性はあります。はい、でまずトータルですけれども はい、えーまあ、200分の130から140というところを一、ね、つ、えー、目指していかなければいけなかった試験なのかなと思いますけれども、えーまあ、ミスなんかもありますのでね、えー、本試験のミスなんかもありますので、まあ、130から140の中、えー、か,からですねマイナス8点、まあ、1問分ですね、えー、引いて、えー、それでもまあ130点前後を取ってもらいたかった試験かなと思います、ね。はい で、えー、まあそのね内訳ですけれども、えー、個別の計算、まあ、個別の計算はですねとりわけ簡単っていう印象はなく、まあ、解きやすい問題が多かったですけれども、えー、ただまああのー。 だからといって13分の12取れる7から8ですね個別の計算を取ってもらいたいかなというですね、えー、まあそんな問題でしたね、はい、で一応ですね各問ごとの正当可能性なんかは、えーまあ、このレックがですね公表している、まあ、ホームページ、えー、などのですね、えー、PDF データをですね見ていただけると、えーまあ、一応正当可能性載っているかと思うんですね、まあ、一応ここにも移しますけれどももうこれねレックのウェブサイトに載っているものと同じですから ま、えー、またそちららの方ですすねじっくりとと見てもらえればと思います一応マークを入れてるのはですねあの黄色で囲ってあるところはこれ理論で、えー、赤で囲ってあるところは総合問題で、えー、何も印がないところは個別の計算問題になります。はい、まあ、パッと見てもですね正当可能性低の問題は、まあ、まさかのね本社工場会計のみで、まあ、あとはね正当可能性高か中かなというところで、えー、ま1、あ、個ねこの収益認識の 部分はまあ正当可能性が低でも良かったのかなとは思いますけれども、まあ、低よりの中というところでですね、えー、まあ一応中の方にですね、えー、正当可能性をつけさせてもらいましたまたこのおことに関してはですね、えー、問解説のところで触れていきますはい、それでまあ個別のね計算問題はまあ正当可能性中もですねいくつかありますので、えー、まあ13個ある中でまあ7から8取りたいというところですね、まあ、できればやっぱ8取りたいというところなんですが。 えーまあ、個別の計算は56点から64点。で、相互問題ですね、相互問題は、えー、優しいですね、前回に引き続き、えー、優しい問題で、えーまあ、満点もですね、可能でした十分満点も可能でした。はいですんで、えーまあ、6分のですね4から5としてありますが、このプレゼンターのですね目標点は、ただ、基本的には5ですね、えー、4っていうよりも5を取らなければいけないっていうふうに考えてくださいはい。 でもどちらかというとカッコ4ね、カッコ16点というですね、そんなところになります。はい。で理論に関してもですね、比較的優しめです。まあ前回もね相当優しかったんで、前回ほどではないにしろ、マリロも解きやすい問題が多かったのかなと思います。で、まあ平均点がね。 高くなるとすれば理論の優しさっていうところがですね一つ、えー、まあ大きなね要因を占めるかと思います。まあここもですね六から七とありますけれどもまあ基本的には七ですね七箇所取りたいというところなんですね。七箇所取りたいと。はいですねまあ個別の計算が五十六点から六十四点まあこれ五十六点だったとカウントしてもですね総合の計算が二十点理論が五十六点ということで五十六足す五十六足す二十のまあ百三十二ぐらいはね、えー、必要なのかなと思います。 まあそこからマイナス走ってまあ百二十四点、まあこのあたりがボーダーの加減っていうふうに考えていただければいいのかなと思います。まあ百四十っていうのはねちょっと高いかもしれませんけれども、百二十五からまあ百三十五ぐらいのあたりでですね、なんとかこう点数をねキープしてもらいたいような試験だったとは思います。はい。えー、ただまあさっきもお話した通りですね、この目標点数なんかはですね、また来週のですね分析会の中でえまあ受講生さん等のですね、まあちょっとですねいろいろと。 話した結果も踏まえてですね適宜修正のを図ってまた来週ね公表していきたいと思いますはい えーまあ、印象としては、ね、比較的優しめ、まあ、比較的優しめといってもです、ねえーまあ、財務会計は、ね、7割とか、ね、7割5分とかっていうのがボーダーになることはまずありませんので、あの例えばまあツイッターなんかを見ると、ね、140点とか取れてる人とか、ね、結構上がっているとは思うんですけれどもあの、7割取れなかったからといって全然落ち込む必要は全くなく、あのまあ、一応、ボーダーとって130前後とは言いましたけれども、まあ、別に6割ぐらいの点数でも、ね、あの悲観することはありませんので、はい、なので、えーまあ、そこに関してはですね、えー、もう少し、ねえー、時間が経って。 まあいろんなね受講生さんの動向であったりだとかをですね見ていかなければま何、あ、とも言えないところかなとは思いますはい、えー、それではですねこっからは各問題ごとの、えー、解説に入っていきますはいではもうね順番は頭からいきますねでは問題1ですね、えー、会計工事に関する問題です、えー、い、う、絵は簡単に判断できるんですがあがまあちょっとですね、えー 判断がしづらいといえばしづらいですね、えー、罰足を中心に解説させていただきます E、えー、がですねこれですね経済的実態の見地から会計単位が形成されることはないとありますがこれ連結財務省はまさに経済的実態の見地からの会計単位ですからま E、あ、は罰になりますねはい。で、そして A なんですね A はね少し微妙じゃないんですけどもまあ読みにくい選択肢ではあるかもしれませんねこれ会計公順自体が演劇法的なアプローチで作成されたものだっていうですね、えー、まあ、選択肢だと思うんですけれども まあ会計控除によって会計基準を作る。 ものに関しては、延期的なアプローチなんですがね。まあ、会計公準自体は。あの、まあ、これをね、前段の文書にある通り、企業会計の。実務慣行に基づく会計の基礎的前提とあって、まあ、実務慣行に基づく会計の基礎的前提と言っているわけですよね。で、えー、これらの、これ、つまり、会計公準は。演繹法的なアプローチで導き出されたのとあるんで。まあ、そもそも、このあのね、えー、選択肢文書の前段と後段で矛盾してるんですよね。だから、まあ、会計公準自体が、その機能的なアプローチなのか、延期的なアプローチなのかということを知らなくても。読めばですね、なんか前半。 後半で矛盾してるんでまあ一応れれ、ねはいえー、選択肢としてはこれ会計標準自体が延期的なアプローチで作られたのか機能的なアプローチで作られたのかっていうですね、えー、それに関する記述になっているので、えーまあ、会計標準からですね会計基準を作り出すことに関する話ではないというところですね、まあ、その辺はちょっと読みにくかったとは思うんですがただまあいうえが明らかにですね、えー、正誤の判断ができる選択肢になりますので、えー、問題1は正当可能性はこうと、えー、させていただきましたはいでは続いていきます問題の2。 え問題の2、会計制度で、まあ、会計制度はですね、えー、まあ少しね苦手な方が多いですし、まあ、ここはね財務会計っていう範疇ではなく、まあ、企業法で勉強することであったりだとか、まあ、場合によっては監査論で勉強するようなこともね出てくるのであのまあ判断はしづらいんですけれどもただ、あ今日の問題は比較的優しいかなと思います。 でまず、今ね、これ絶対正解しなければいけないというかね、判断ができなければいけない選択肢で、えー、会社法上の有価証券報告書提出会社、えー、連結キャッシュロー計算書を作成しなければならないとありますけれども、会社法に関しての計算書類に連結キャッシュロー計算書含まれないので、はいこれはツですね。はいで、まあはね、明らかに丸というか、まあ、特に誤っている内容がないので、すんなり切るんです。で、うに関してですね、はいまあ、ここもね、財務会係でガツンとやってるというところではないんですが、監査ロなんかでもやってると思いますし、 えー、また一応ね講義の中でも触れてはいるんですけど、うん、あと読んで違和感を普通感じるはずなんですね四半期報告書を、えー、各四半期経過後に3ヶ月以内に提出ってありますけれども四半期報告書を3ヶ月以内に提出するつまりマックスの期限が3ヶ月だったら次の四半期末がやってきてしまいますからそんなに時間的に猶予あるはずないんですよね四半期報告書は45日以内ですから、はい、45日以内の開示っていうところで、えー、3ヶ月以内のです、ね、提出というところを、えーまあ、誤りとしですね、まあ、判断できなければいけないのかなと思います。 はいえー、なのでまあ会計制度に関して、まあ、少しね細かいところが出れば、ね、とたちまち正当化の性は低いと思ますが今日の問題に関してはあまあ正当化の性をコートさせていただきました、まあ、A はね単体で出れば、まあ、ちょっと判断がなかなか難しいところだと思いますが一応あ、あいうからです、ね、判断ができるということで正当化の性をコートさせていただきました、はい、では続いていきます次が現預金で現預金の中でもえ雑損または雑益をですね 求めていく問題になります、はい、でまあ雑損雑益の求め方はですね真実の現金の金額と、まあ、あとはね完璧に処理した帳簿の金額を比較してそれでもなおずれていればそれが雑損もしくは雑益になるわけですで、まあ、そこで真実の現金の金額いくらかっていうことをですね見ていくと、えー、紙幣及びル国98万これ真実の現金ですねあとは自己振り出しの 他人振り出しの小切手で4 8000円はこれ、ね、先日付のものになりますので24万円、これが真実の現金あと配当金領収書ですねこれ通貨代表権で真実の現金あと郵便為替書書これも真実の現金ということではい、えー、今、黄色でマークした部分が真実の現金でこれを合計すると129万8000円になるんですね。はい129万8000円、これがまあ真実の現金ですよと。 はい、これが真実の現金いあとは帳簿上完璧に処理してさらにずれているものが雑損は雑的なんですよね。で帳簿上完璧に処理したらどうなるのかっていうことで、えー、131万が帳簿のスタートですね。で間違って処理しているものなんかを修正していくと、えー、どこがです、ね、間違って処理されているかっていうと,、えー、とまず先付けですね,これですね先付けが現金として処理済みなのでこの先付けを。 現金から外していく必要があるということと、えー、あと郵便為替ねこれ未処理なので郵便為替訴書の未処理も、えー、考慮していきますとあとはですね、えー、現金化不足の原因調査の結果6万円を現金で払ったときに誤って6万6000と記帳していたということなので、まあ、6000減らしてあげなければいけないんですよねはい、ですので131万から6000減らして、えー、4万8000減らして、えー、あとは1万2000円増やしてあげるということですよね。はい そうするとですね、128万になるんですね。128万になりますよと。これが帳簿上完璧に処理したです、ね、金額なんですね。128万と。はい。 6万6000マイナスと記帳していたので6000は増やすんですね6万払ったんだけれども6万6000のマイナスとして記帳していたので6000を増やしていくとはいでこれで計算すると128万になりますので差額1万8000が、えーまあ、雑益になると、ねまあ、完璧にね帳簿上処理していて128万蓋を開けたら129万8000だったってことは、まあ、1万8000はですね、えーまあ、何らかの原因で帳簿にね記入できてなかったわけですけれどもそれは分からないわけですからね、まあ、そのまま雑益としていきましょうということで5番が回答になりますはいかな ねはい、では続いていきます。えー、次が問題の4で。 まあ問題は、ね、まさかの、ね、本社工場会計で別にここははもう解説はしていいかないです、えー、もう本社工場会計おそらくですね受験生で対策を立てている方は、まあ、ほとんどいらっしゃらないですし、まあ、仮に対策を立てていたとしても、えー、制限時間2時間の中で、まあ、この問題を読んで8点を取るというのは費用対効果が非常に悪いので、まあ、基本的には対策は立てていないはずで小木中にもお伝えした通り、まり、あ、仮に出たとしても,もう埋没になるし手をつけてはいけない論点なので、まあ、これはもう捨てですよということなので、えー、これに関してはもう正当化させてむしろ手をつけてはいけない。 見た瞬間に6択、まあ、どれかですね選んで、えー、そして次の問題に移るというのが得策ですからね、まあ、回答は5ですけれども、えー、これに関しては特に解説もしていかないですねはいまたあの気になる方は解説の詳細冊子出てきた時にですねまたあの見てもらえればと思いますけれども、まあ、特に、えー、振り返る必要もないのかなと思いますはいそれでいきます問題の5定手飛に関する、えー、期末の BS の値を求めていくという問題ですはい えまあこの計算量が多いですし、うん、まあ一つ、ですね、えー、土地 D なんかは首都圏下をね算定するにあたり少し難しいかと思いますので正当はは中になります、はい、まあ、一個一個の細かい計算また、ね、あのゆっくり復習のときにやってもらえればいいかなと思いますので、えー、まず機械装置 A からいきますね、機械装置 A は期末のほかですね、等期末のほか、これ54万になります。はい これは特定事業年度1年目になります。特定事業年度1年度目になりまして、えー、特定事業年度機種の母価ですね、えー、これが108万になりますので108万を、えーまあ、残りの2年で当、ね、期週まで3年経過して残り2年で特定事業年度を迎えてるんで、えーまあ、定額法になりますよね。なんで108万を2年で割ってあげると54万消却費で残った54万が、まあ、期末の BS 価格になると。はい で、えー、機械装置 B はまあこれも各自ねやっていただければと思います。これがね六百五十万ありますからね。まあ普通に減価償却方法じゃなくてごめんなさい対応年数の変更ですね。その対応年数の変更と。はい。で、えー、機械装置 C ですね。機械装置 C が当、えー、期末の段階でまず母株自体がですねこれ六百二十八万九百九十になります。でそこに期末 修繕維持のための維持管理のための修繕と性能を大きく高めるための改良があるんです。けれども、維持管理のための修繕がこれ収益的質なんで有形固定資産には乗っからない。ただ、性能を大きく高めるための改良は資本的質なのでで期末にね。この資本的質をですね、えー、支出しているということで、330万まるまるこれ期末の簿価になります。 これ合計すると958万990が機械装置 C の期末の簿価になります。はい。ですかね。あと最後ですね、まあ、ちょっと難しいところとしては、土地 D の交換取引で,で、土地 D ですね、交換するんですけれども、時価がですね、違うんですね、これ、不等価交換なんですよ。で、テキストの説明なんかにですね、掲載されているものは、等価交換を前提としているので、 まあ基本的には同一用途同一種類の固定資産を交換する場合は自分が持っていた固定資産の取得権価をそのまま引き継ぐというものだったんですね。はい、でも不等価交換のケースってどうするかっていうところでちょっと難しいんですよね。でちなみにですねこれあの当社保有の駐車場用地ってありますね。で駐車場用地 D があってで交換後もこれ当社は駐車場として使用してるってありますからね。 これわざわざもともと駐車場の用地で交換後も駐車場として使用してるって書いてあるんでここからまあ同一種類同一用途の固定資産同士の交換というふうに判断していきます一種資産ではないんですねで同一種類同一用途の固定資産同士の交換ですから母価引き継ぎですね母価引き継ぎでも不当化交換してる場合どうするかっていうとはい、えー、このもともとの母乳、えー、1200万これは引き継ぎ差額分払った500万部分だけ買ってきたっていうふうに考えていくんですねはい なので1200万たすよ 1, 万500万で1700万が新たな土地 E の、えー、取得原価になります1200万部分を引き継いでで差額払った部分だけ新たに取得したというふうに考えていきますはいこれで1700万はいただこれね知らなかったらまあ難しいと思うんですねだからまあここができるかどうかというところではい 古政なんかとはですねこの問題が1個あったりするので、まあ、やっていた方はできたかもしれませんけれども、まあ、正直そうじゃない方はきつかったのかなと、えー、思います、はいえー、なのでまあ正当可能性中というところですね、うん、ただまあ細かい計算も多いですし、えー、どっちらかというとまあ個人的にはこの問題の5というのは正当可能性は定位寄りの中かなとは思っております解、はい、答が、えー、これ3番ですね全部出すと3番になります、はい、では続いていきます次が栗延さんですね まあ、クノさんというかあ営業外費用に計上される金額をですね集計しましょうというですね問題で、まあ、いくつか引っかけ要素もあります。えー、まず株式交付費7200ありますね。でこれは資金調達を目的として発行された株式に関わる支出で7200なんですね。で当然なら8月1日に交付しているということで、まあ、これ、くるのさんとして計上するわけですね。えー まあこれね、選択可能な会計処理がある場合最も投期の費用が少なくなるような会計処理を選択するということで、えー、最も投期の費用が少なくなるような会計処理っていうのは栗、えー、延さんに計上可能なものは計上して、えー、そして最長償却期間で償却しましょうこれが最もね費用が少なくなるような会計処理ですからねはいなので7200栗延さんとして計上しますで資金調達の効果は10年継続とすると見積もっているけれども、えー、株式交付費の最長償却期間は3年ですから36か月で、えー、計算をすると、えー、この7200のうち投期に費用化される金額がこれ1600になります 1600ですねはい1600であとですねここですね、えー、それ以外に株式分割に関する支出があるんですねで株式分割に関する支出はこれ国土さんとして、えー、費用国土さんとして資産計上できないので全額費用処理ですはいしたがってこの1600と3600が営業外費用に処理される金額ですね3番の資料から。 はい、で4番の社債発行費ですね、これも募集広告費や取扱い手数料として支払った額で、1680の社債発行費は、えーま、全額繰り延べ資産計上します。で、えー、社債発行費に関しては、原則通りですね、この償還期,期間内に定額法で償却を行うとで、この社債発行費、原則期間内に定額法で償却を行った場合の償却費が、これ180になります。はい、これ180になります7年です ね、はい180になりますでただ今回のね問題って営業外費用に計上される金額なんですね営業外費用に計上される金額でこれ社債に関して社債利息出てるんですよ社債利息はいなのでこの社債利息を営業外費用にカウントしていかなければいけずこれが1500なんですよ社債利息でここね気づかなかった人結構いるんじゃないのかなと思うんですよ というか私もですね初め、あのー、計算、社債利息ですねスルーして計算して、まあ後で回答の選択肢からですねもう1回社債利息をですね戻って気づいたっていう、ね、そんなあの経緯がありまして、まあ、ちょっと気づきづらいかなと思いますが車載利息も営業外費用ですからね、はい、ここを合算していくと、はい、で開発費はこれ基本的には営業外費用には計上しませんよね。 費費でですすよね、はい、なので開発費のデデーーータタはダミーデータですここは、ね、引っかかっちゃダメですよと,ということで今赤でマークした分ですね株式交付費そして株式分割に関するコスト社債発行費社債利息ですね、えー、この4つの部分を合計すると6880でえ4番。 これもね正当可能性は中なんですがここはねどっちかっていうと高よ寄りの中かなと思いますね正当可能性はこ寄りの中、えー、まあ少しねこの社債利息なんかが引っ掛け要素としてはあるのかなと思いますはいあとねこの資金上達による効果が10年っていうところにですね引っ張られて10年で消却をするとまあちょっと間違えてしまうというところになりますはい、えー、それでは続いていきます問題7ですね社債の理論でこれ簡単ですね計算ができればできるということですね 場、はいえー、違えた選択肢がツの選択肢がい、e、いですね、消、えー、却原価法の適用により算定されたし、えー、調整額、えー、これが PL には計上されておありますけれども、まあ、これはね、車載利息ですよね、えー、PL に計上されますよね。はい あとは車載発行費を資産計上した場合、まあ、これも栗延さん論点ですよね途中消却を行っても途中償還を行っても、えー、それに対応する車載発行費の未消却残高は取り崩さないとありますけれども、ねえー、車載発行費も、ね、支出の効果が及ばなくなった場合は、えー、特別損失一発必用計上を入れていきますよね。というん、ってことは車載発行費の未消却額は取り崩すということですから、はい、この2つが×ですね。でかつあとへもまあ非常にね、あのー、優しい選択肢なので、えー、この問題なのは必ず正解しなければいけない問題ということが言えます。はい では続いていきます次が問題の8ですね問題の8、えー、引き当て金の金額をね選びましょうこれは簡単ですねはいまず債務保証に関するですね、えー、引き当て金はまあ、800万と見積もられたということですからそのまま800万計上するだけですよね、えー、特異先の財政状態が著しく悪化したということでまあ、著しく悪化したそして金額を見積もることができるんであれば引き当て金の要因を満たすわけですからこれ800万を 引き当て金として計上すると、はい。で、商用引き当て金に関しては、まあ支給見込み額でまあ見積もりですから引き当て金として計上することができます。で、計上に関しては12月1日から3月31日までの4ヶ月分ですね。6ヶ月分で9000万ですから、4ヶ月分で6000万これを計上しましょうと。はい。これもそのままですね。で、次ですね。えー、製品保証引き当て金で。 まあこれもね収益認識絡みかと一瞬思ったんですけれども、補償は同製品の品質を保証するものであり、長期の保証サービスを提供するものではないということで、これ、基本保証をですね合意された仕様に従っているという保証なので、その分に関しては引き当て金を設定するんでした。で、7億の1.2%で、840万の引き当て金を設定すると、製品保証ですねに関する費用が840万と見込まれているんですけれども、 万万ですね万製品保証に関わする費用が840万と見込まれていますけれどもすで、えー、に160万の、えー、保証費用が発生してるんでそこから160万を引いたはい、えー、残り680万が引き当て金の金額となります。はい万ですね であとはね4番に関しては普通にあのー、工事損失引き合って金ですね、まあ、これ計算何のひねりもないので進捗度40%で計算してあげると、まあ、これは普通に300まで出てきますので、まあ、ここは解説で以上普通に300万で出てきます。はいまあ、テキストの説明どおりと。でこれらをまあ合算するとはい2番になります。問題8、2番。ここは正当可能性こうですね。はいここは間違えられない問題だと思ってください。 ではは次次きます。次は問題9ですね。問題9は会計上の変更ですね。で問われている内容、まあ、資料多くてですね、これ難しそうなんですけれども、えー、全然難しくはなく問われているのが機種の利益上金に対する過去の期間における訴求適用及び修正再表示の累積的影響額ということで。はい。 まあ過去、ですねえ利益、上金どれだけの影響を与えたのかというその金額ですね、テキストの説明なんかでもねえあったものになりますので、見ていきますね。で、どのねタイミングでの影響かっていうのが、一つね、読み取りのポイントなんですがまあ、×7 期ですね、要は ×6 年度というところなんですがまあ、×7 期の機種。 機種ですねいいですか機種の利益除記に与える影響なんですねはい。で、×7 機の機種に与える影響額これを求めていくわけですでまず資料の一番商品に関してですね ×7 機の総平均法と先入れ先出し法に関する金額的影響額まあ機種当期仕入れ期末のね残高を、えー、示している表がありますで、これ総平均法から先入れ先出しに変更しているわけですからね はいこのバツ七期の期首の影響額ですねバツ七期の期首の影響がと、ね、いうことはこの差額ですよね期首の影響この差額はい、えー、これが一万一千四百かな、ね、はいまあ、総平均法から先入先出書に変更したわけですからバツ七期の期首つまりバツ六期の期末バツ六期の期末において、えー、総平均法だったら二万七千先入れ先出書だったら三万八千四百ということは一万一千四百とい売上原価が減るんですよね先入先出書の方が 一枚千四百け売上減価が減るので利益に与える影響は一枚千四百プラスなんですよね。変更後ですからね。総平均から先入れ先出しに変更しました。これがバツ六期の期末、要はバツ長期の期初いうことはバツ六期の期末ですから、ね、バツ六期の期末に与える影響、要はバツ六期の売上減価ですね。与える影響。タナロウさんがです、ね、増えるということは売り上が減るということですからね。利益に対して一枚千四百の影響を、えー、与えるというところですね。はい。 で、えー、続いて、備品に関しては、これ、減価償却方法の変更で、まあ、見積もりの変更になりますので、計決書の変更だけれども、見積もりの変更とね、同じように処理するわけですから、過去に遡らないということなので、えー、ここに関するね、その累積的計画、過去の期間における訴求的及び修正再表示の累積的計響画っていうのは、備品からは関係がないんですよね。 減価会計方針の,、ね、の変更ですけれども会計方針の変更と見積もりの変更を区別することが困難な場合に該当するのでその場合は見積もりの変更として処理するつまり、えー、将来にわたっての影響を反映するだけですからだからこれは影響、えー、反映させちゃダメだと、ね、回答にですね、えー、影響が出ない部分になります。はいで、えー、構築物は誤病の訂正ですから、えー、過去のですね、えー、誤病を訂正するということで遡ります。で えこれ ×4 期中ですね ×3 年の10月1日に取得して原価償却を行っていたわけですねで、えー、×3 年の10月1日からまあ ×7 期の機種まで×七、まあ、期の機種まで何年経過していたかってことですねはいここまでえどれだけ経過していたのかっていうと 30ヶ月ですか、ね、30ヶ月30ヶ月経過していたと。はいただ実際30か月経過していたんですけれども焼却は ×5 期より行っていたわけですね。×5 期ってことは ×44 月1日から始まっていたんですね焼却が。ってことは6か月足りないわけですよ。焼却していた期間って ×44、えー、月1日からってことは。 こ罰7期紀州だと4年度5年度しかですね焼却してないんで焼却期間24か月しか焼却していないんですよ。はい、実際30か月経過してるんだけども24か月しか経過してないので6か月分の焼却費足りないんですね。だからこの6か月分の焼却費っていうのが罰7期紀州に与える利益除金の影響額でえこれが1万7500なんですね6か月分の焼却費って。1万7500足りないわけですよ。 はい、だからまあ消却減価償却ですから利益にマイナスの影響を与えているということで、はい、このマイナス一万七千五百と商品のプラス一万一千四百の純、えー、額で三番のマイナス六千百、はい、これが配当になります。はい。ですかね。えー、まあここもですね、できれば正解してもらいたいところなんですよね。内容自体はそんなに難しくないです。うん、まあ正当から正中でもいいのかなとは思ったんですが。 まあここもね正解はしてほしいということで、まあ、ちょっと期待値込みになってしまいますけれども、えー、なんとか、まあ、計算量少ないですからねきちんと何をね、えー、求めているのか何が問われているのかっていうことを理解できれば、えー、この部分はそんなに難しくないかなと思います。まあこれはテキストの説明レベルになりますので、まあ、この分野のね、えー、説明をきちんと解いていた方かどうかっていうところでですね解いて対策を立てていたかどうかっていうところで、えー、まあ差がつくような問題なのかなと思います。はい それでは続いていきます。次が問10で財務省の中期。で中期もですね、通常だったら中期ってまあ難しいんで、正当可能性が中とか手になるんですけども、えー、今日の問題に関する中期はですね、まあ、決して難しい。 区はなくむしろ簡単かなというところですね。まあはねちょっと細かいところではあるんですけれどもあいうから判断できるかなと思います。はいではですね一、えー、株当たり同期純利益の中平均株式数算定にするにあたり自己株式は控除しないとありますけれどもこれ僕でやってるとり自己株式控除しますよねはいだからあは×ですね。はい、でいは丸ですまあこれ普通に読んでも丸なんですね。でまあどちらかというと監査論の話ですよねいも。まあうもそうなんですけどね。はい で「う、ね」でウは後発事象に関して修正することができないとありますが後発事象もですね開示後発事象と修正後発事象とあって修正後発事象は修正することができるわけですからはい、だから「う」は×なんですね。で、今 まあこれ賃貸と不動産に関する話で、まあ、A はねこれはまあ知らなくてもしょうがないかなというか、ね、判断が難しくてもしょうがないかなと思いますけれども、まあ、一応講義ではやってるんですねただまあここはまあ仮に判断ができなかったとしてもあいう、えー、ここから確実に判断できるんですね特に A は絶対×ということは分かるはずなんであとまあ「い」と「う」ですね、うん、で「まあ、い」もですねちょっと監査論の話になってしまいますけれども修正後発事象、怪獣後発事象ですねきちんと理解できていれば「まあ、う」も×入れられますしまあ別に「い」も別に難しい判断ではないので、えー、まあなんとかね「A を除いたあ「あい」うから「 まあ正当をね、えー、判断してもらいたかった問題ではあります。はい。まあ繰り返しになりますけれども、まあ中期ですけれども今日のね中期の問題に関してはまあ比較的優しい、えー。そして中期の内容というよりもですねここまでのまあ総合的な力が試されるようなあの問題だったのかなと思います。はい。それではいきます。次が問題十一。問題十一は、えー、転換者債型の新株予約権付債で区分法によって処理する場合のですね。えー 資本金ですね資本金の金額が問われているわけですね。はいでまあここに関してはですね資本金の額をです、ねえー、聞いています。で転換謝罪型の新株盟薬膳謝罪まず、えー、1年4月1日に発行しで2年後にね新株盟の権利行使をですね、えー、受けているんですね。はい で転写型ですから、これ必ず代用払い込みになりますので、権利行使によって、すべての進化物件の権利行使を受けてるということは、社債が全部消えていくんですね。はい、ですね社債の金額はです、ね、社債の対価部分がこれ円100円につき96.38円なので、えー、96万3800をベースに、えー、実行利子率零0.74の利息法で、消却原価法を適用して、で2年間ね、却をするとです、ね、これ97万8117になるんですよ、2年間ね、消却すると。 はここもう各自計算やってください、ね、97万811797万8117の社債が取り崩されますよね全額第4払い込みですから97万8117の社債が全額取り崩されかつ、えー、新株役権新株役権の対価部分がこれ3万ですからねで権利行使に伴ってこれ区分法ですからこれ3万の新株役権も取り崩されますとなると、えー、増加する資本金の額っていうのは97万8117プラス取り崩された新株役権の3万なんですねはい。 で、えー、資本金の額は会社に定める原則的方法によるということなので、えーまあ、会社をきての最低限度額を資本金とするのであれば、まあ、これを二分割していくことになりますけれども、まあ、原則ですからそのまま足した金額つまり、えー、108, かな100万8117で、えー、5番が回答になりますはいじゃあ次いきます問題12問題12金融商品まあ金融商品理論の中では正当可能性中で、まあ、いやいや、えー、難しいというかね解きづらい面もあったかなと思います まあではね典型足でありますので意、まあ、は丸と判断できてほしいところではあるんですけどえう、ー、ですね。 まあここでやっ、ね、基準改正の内容出ましたね、はい。売買目的有価証券にも満期保有目的の債券にも該当しない債券でその市場価格を把握することが極めて困難なものについては取得価格をもって貸借対象要求価格とするとありますけれどもこの市場価格を把握することが極めて困難なものっていうそういう概念がもうなくなったわけですからこれは罰なんですね。はいじゃあ改定論点ですよね、えー、自家基準の改定論点、ね、はいであと絵は原先取引ですね。原先取引に関してては、まあ、これれれちゃってますけれども 金融資産の消滅を認識しちゃダメなんですよね金融取引として処理をしなければいけませんので原先取引ですね譲渡、えー、人の譲渡契約の約定日に当該先の消滅を認識しなければならないとありますけれども認識者だめ消滅させたゃだめなんですよね金融取引で、えー、考えていくわけですからねはいまあ簿記としてはマイナーですけれども理論としてはメジャーで、えーまあ、理論のレジュメとかね、えー、見て勉強された方は、まあ、判断できたのかなと思うんですけれどもはい。 どこまでで原作取引をやってるのかですね、うん、ただまあ言うあたりでまあなんとか判断してもらいたかった問題、まあ、原先取引やってる方はね簿記でやってる方は、まあ、ここはあの絵がね明らかに誤りなので判断はかなりですね、えー、しやすくなると思うんですねトータル的な判断はねかなりしやすくなりますが、まあ、一応正当かなせば中ュさせていただきましたはいでは続いていきます次が問13リースですね、えー、リースはですね、えー、これ リース料紙ライブと決算日が相違するケースであのまあ下書きねちょっと書きましたこれはね私の下書きなので私の講義を受けられていない方はあのちょっとですね何書いてるのかと思った方もいるかもしれませんけれどもまあちょっとねこれ参考にしてみてくださいはいで今日の問題ね所有権移転条項あるので所有権移転ファイナンスリーストー引きですね所有権移転ファイナンスリーストー引なので原価償却計算する,するときなんかは、えー、注意をしてくださいはい残存価格10%で 対応年数が移転ですからね。リース物件の経済的対応年数を使っていきます。はい。やっぱ一年以内返済予定のリース債務ですね。まあ直行ですかね。三三四三。はい。これで回答が四番かな。そうですね。四番になります。 はいまあねえー、この下書きなんかをちょっとですね動画止めて映していただければ、まあ、いいのかなと思いますので、えーまあ、解説それぐらいにさせていただきます。はいで続いて、えー、問題14、退職給付。退職給付は従業員拠出のあるケースですね、あとはオーソドックスな問題です。まあ、こちらの方もねちょっと下書きをつけましたので、まあ、これを映してもらえればというところですかね。はい従業員教室があるケースなので、まあ、通常通りね従業員教室がないケースをやって。 最後の最後ですよ最最後の最後のにこの従業員拠出部分を退職給費用から引いていけばいいんですねはい25290-3900で21390ですねはいこれが回答になります最後の最後に引くだけですね最後の最後に引くだけうん、はい、ただまあこの問題っていうのは回答の選択肢を見ると 対象給付引き当て金の額っていうのが全ての選択肢で異なるので引き当て金の額をまあ求めれば実は対象付費用の算定っていうのはまあ一応いらないっちゃいらないんですよね。はいまあ、オーソドックスな問題ですから、まあ、これ入門生でもねできる問題かなと思いますのでまずぜひね、まあ、入門生はちょっとトライしてもらいたいところではあります。はいまあ、これも必ず正解が え必要な問題ですね。はいでは続いていきます。えー、次が収益認識ですね,収益認識ねでまあこれはね解けなくてもしょうがないかなと思います。ね、そもそも何をやったらいいのかって分からなかったっていう方も多いと思うんですよ。ね、はいなのでまあ一応中にはねさせてもらいました。かかる方は分かる方んですけどあのー まあ,あまりねこういう問題を解いた経験がないっていう方も多いと思いますので、えー、まあ正直厳しいいっって思思た人も多いと思うんですね、はい、でこれね、ねトリッーク額を配分するっていうね、えー、まあ論点で,でかつね残余アプローチなんていう言葉がありますので、えー、まあ残余アプローチのことを知らなければあ,の別にあんまり残余アプローチにこだわらなくても解けるといえば解けるんですけど、まあ、ただ、やっぱり全く知らないと厳しかったのかなとは思うんです。 で一応ね理論の講義の中で残余アプローチの、ね、計算プロセスに関しては本当にざっくりねもう簡単にかなり早口で説明はしているんですけどただそれでね説明してるから受験生ができるよっていうことにはならないと思いますので、はいまあ、正直この問題15っていうのは受験生にとっては厳しかったかなとは思います。はい、なのでここもね正当可能性は中にさせていただいてるんですけども、はいまあ、これ別に手と捉えてしまっても構わないです。一応公表はね中で公表したんですけどもはい。 まあ個人的には別に手でもいいのかなと思っております。はい、で、えーまあ、一応ね内容を見ていきますと、えー、問われているのが製品に配分される取引額の組み合わせということで、まあ、これ取引額の配分なんですよね。はい、でまずねベースというのは取引額っていうのはね独立販売価格ベースで、えー、各履行義務に配分していくわけです。でそれぞれの独立販売価格っていうのが、えー、資料の括弧の一番に与えられてるんですね。 はい、なので基本的にはその独立販売価格ベースで配分をしていくわけですけれどもケース1ケース2を見ていきます。えー、ケース1というのはこれまず財運アプローチ関係ないですねケース2の方で財運アプローチが出てくるんですけどもケース1は、えー、顧客である後者に対して製品 ABC で E を 一、えー、台ずつ2400の対価で販売する契約を、えー、締結ということで、まあ取引額2400を、えー、独立販売価格ベースで、えー、この A B C D E に、えー、配分するというわけですね。で、えー、まあ買いの対象になるのはこの製品 E と。はい。で、どう配分していくのかというと、ここで資料括弧の2番と括弧の3番がね出てくるんですね。えー、いきます。資料の括弧2番。A B を 1>, 1台ずつ組み合わせて販売する場合には、独立販売価格の合計額から200円を差し引いた金額でえ販売しているということで、これ、AB の独立販売価格合計が600なんですけれども、ABCDE を各1台ずつ販売するということは、これ結局、A と B を1台ずつ組み合わせて販売するということも、包含してますよね、意味としては。はいなので、AB の独立販売価格合計600なんだけれども、200円差し引いて、400円で販売するということですよね、AB に関しては。 で,こちょっとですすねもうう分けて考えちゃうんですよでよ次顧客である後者に対して ABCDEABCDE をですね、えー、それぞれ1台ずつ販売すると。で CDE を販売する場合っていうのは括弧の3番で。 えー、製品 CDE の中から2種類を1台ずつ組み合わせて販売する場合には独立販売価格の合計額から200を差した金額で販売また3種類を1台ずつ組み合わせて販売する場合には独立販売価格の合計額から400を差した金額で販売するで今回 CDE ですね AB と,と CDE を分けて考えて、えー、今度 CDE を1セットで販売しているというふうに考えていきますでそうすると CDE の独立販売価格合計っていうのが、えー、これが2400 24ただそこから1セットで考えていくと ここですね、3種類を1台ずつ組み合わせて販売する場合には独立販売価格の合計額から400を差し引た金額ってことなので、はい、ここから400差し引いて CDE のワンセットで合計2,000の、ね、販売価格というふうに考えていきます2,000。ですか独立販売価格合計から400差し引た金額2,000が、えーまあ、要は取引価格なんですね。でこの2,000の取引価格を独立販売価格ベースで CDE に分けるわけですね。 独立販売価格合計から400引いた金額で販売するというふうに考えていくわけですからねでこの2000と400の合計がまさにこのケース一番の対価2400対価2400っていうのはこの400と2000の合計でこの2000ですね CDE をワンセットで考えた場合の2000を独立販売価格 C800D1000E600 で配分していくわけですよねはい でそうすると E にいくらね帰属するかっていうとまあ48対10対6まあまあ3対4対5で、えー、分けてあげればいいので金額は500になりますね。はいうとース1はまあ500ということでまあ3か4ってことですねとりあえず3か4と。 でこれは残余アプローチっていうのが、ねえー、特に関係ががなない部分なんですで残余アプローチが出てくるのは、ね、F なんですよ。F の独立販売価格ってさまざまな顧客に向けて300から、えー、800の価格帯で、えーまあ、柔軟性を持って、ね、販売しているということなので独立販売価格です、ね、決まらないんですよ。でこの場合、残余アプローチというのは他の、ね、製品、利、まあ、行義務ですね。他のの義務の 取引価格を先に決めて残りの部分を製品 F に当ててもいいよとですか。これがあ残余アプローチなんですね。残り物、残りの金額差額で、えー、求めていくっていう方法なんですね。取引価格を差額で求めていきますよと。はい。ですんでケース二番は顧客であるオツ社に対して DEF を1台ずつ2000の対価で販売する契約ということなのでですか。

でいくらかっていうとうこれは資料のカッコの3番製品 CDE の中から2種類を1台ずつ組み合わせて販売するケースにこれ該当しますよねもうあのケースには ABC 関係ないですからねでそうすると CDE の中から D と E を組み合わせて販売してるんで独立販売価格合計から200差し引た金額で販売っていうことは D と E の独立販売価格合計が、えー、これちょっと上いきますねこれが1600でそこから 引いた金額で販売されてるってことは1400なんですね1400はいなので D と E に配分する取引額って1400なんですよ D と E そしたら残りが600でそれが F にいくってこれが残余アプローチなんですね F が決まらないからとりあえず他の履行義務に配分する金額っていうものを先に決めて余った金額を 独立販売価格が直接観察できない利行義務に配分すると。ね、今回 F というのは独立販売価格が変動してるんでね、まあ、直接ねダイレクトで観察できないということで、えー、他のです、ね、利行義務に取引価格を配分した残りを、ね、独立販売価格が観察できないものに当てていくというのが残業アプローチなんです。だから2000の、えー 取引価格のうち600が F21200 が D と E2 で今回の回答の対象になってるのは E ですからねなので,14をで1400を10対6で分けてあげると1400を10対6で分けてあげるとはい525ですかね10対6というか、まあ、1400を1000と600の割合で配分してあげるということですよねはいそうすると525が E の配分額になって3番が回答ということになりますはい まあちょっとね長い解説になってしまいましたけれども、えー、まあ少しねここは正当ああできなくても仕方がないかなと思いますので、えー、まあこういうね方法もあるんだということでまたね講義の中でも今後はねこういうことも取り入れていきたいかなと思っております、はい、では続いていきます問題16ここは収益認識の理論で、えー、こちらに関してはね正解が必要な理論かなと思います。はいえー、もそのままですね で e ですね、原価回収基準は、履行義務の充足による進捗度を合理的に見積もることができる場合に限られるとありますが、逆ですね、履、え、行、ー、義務の充足による進捗度を合理的に見積もることができない場合に限られるということですから、はい、E はここで×ですね。はい、で、えー、うは重要な金融要素に関する選択肢で、まあ、これそのままです。で、えは、返金負債の額、うまい決算引きごとに見直すことは容赦ないとありますが、まあ、これは見直す必要がありますということで、えーまあ、×になります。はい まあ,あいう、明らかですね。まあ、絵、仮にしなくても、あいうの選択しかつ、まあね、一般的な判断というか、まあね、ここまで勉強してきた流れでですね、見てもらえれば、まあ判断はできるのかなと思いますので、はい、問題16は正解必須な問題になります。はい、それではいきます。問題17が税効果ですね。はい、まあ、これね、資料が多いんですよね。あのー、そんなに難しくないんですけれども、資料が多くて、結構飛ばしてしまった人もいると思うんです。で、まあ。 実際本試験でではそれでもいいいかなと思いますちょっとねここまでの分量が多くてあの実際計算量もすごい少ないんですけども、まあ、こんだけ文字があったらこれ私が受験生でも飛ばしていたかなと思いますから、はい、でかつね税効果でしょ。ね、なのでここは、まあ、結構ね飛ばしちゃってあのそもそも触れてないっていう人も多いと思います。で、まあ、正当可能性中はね問題自体は優しいというところから正当可能性は中にしていますけれども、うん、まあまあ飛ばして結果的にやらなかったっていう、ね、方も多かったと思いますのでそれはそれでね別にあの間違った選択肢ではないかなと思います。 はい、これを飛ばすっていうのはね、はい。で、一応解説をしていきます、ね。取れてるのが。個別、財務省に計上される繰延税計算の金額ということで。 で、一時債が、商用引当金、退職給付金と、あと子会社株式の評価損で、で、繰越欠損金が出てますね。で、繰越欠損金って、まあ、一時債等で一時債ではないので、えー、そこに繰越欠損金を加えて、四つですね。どれだけ、え、回収可能性があるのかっていうところを見積もって、繰延税金さんの金額っていうものをですね。えー、求めていきます。はい。まず商用引当金に関する一時債。はい。これは、もう、そのままですね。全額。えー、繰延税金さんとして、計上していくと。で、退職給付に関する一時債なんですけれども。 えー、11年12年13年14年15年の解消額が7070606050と見積もられていてでそして16年以降のお年度ごとの解消額は見慣れないけれどもこれですね、えー、一時債が長期的にわたって解消され将来の税金負担額を軽減する効果を有すると判断されたということで、はい、まあこれね知識として正確にですね、えー、持ち合わせているというか厳密に考えていくとすごい難しいんですけれども普通に読んでいけばね 一次債が長期にわたって解消され将来の税金負担額を軽減する効果を有するっていうことは、まあ、この7070606050に限らずこの一次債の線がてて解消できるっていう,ふうにに、まあ、素直に読み取れますよね、はいまあ、これに関する知識っていうのはね実は結構細かい内容で、えー、まあ会計試験というよりはその後ですね終了講座なんかも、ね、勉強の中で出てくるような、えー、内容ですね企業をです、ね、5つのです、ね、分類に分けてその中で解消可能性を見積もっていくっていう細かい話が出てくるんですけどもただまあ冷静に読んでいけばねこの部分を素直に読んでいけば まあ七十七十六十六十五十に限られずこの線が全部解消するんだなっていうふうに捉えることができると思うんで、はい。でその解釈でまあ別に線は全部ねあの解消するというふうに考えて、えー、税効果あの適用繰延税金資産を計上してもオッケーなんですよ。はい。ただまあここらへんは難しいですからね、あの厳密な判断というのは難しいですけれども、まあ素直に判断をしてもらえればよかったということですね。はい。で後回し株式の評価損はここは翌期以降の 解消額を見積もることができないとありますので、はい、ここはね、くる延税金さんとして計上はできませんよと。はい、であと、決損ですね、決損700ありますけれども、この決損に関して700は、こちらのです、ね、スケジューリングの中で、すて解消できるスケジュールになっていますのでね、控、え、除、ーはいえー、限度額は繰り越決算金の課税所得の相当額で、このスケジューリングの中でのて解消できるスケジュールになっていますのでね、控除限度額は繰越金控除前の課税所得の50%相当額で、ねえー、このスケジューリングの中での50%以内にで,ですね、全てあのー。 まあ、収まるんで、全額回収可能性があるというふうに考えていきます。はい、とすると、賞与引き当て金、退職給付金、で欠損金で、でこの合計ですね。この合計に三十パーかけてあげれば。ええー、繰延税金さんの金額が出てきます。五千、え、五百五十五ですね。五百五十五。はい。五百五十五になります。まあ、ちょっとね、退職給に関しては難しいところではありますけれども、まあ、素直に読んでもらえればよかったということと、あと冒頭の話した通り。 うん、まあこれだけのね、えー、ぱっと見の、えー、ちょっと圧倒的なね分量ですね、えー、そして威圧感がある問題なのでまあ、飛ばすっていうのも別に一つの選択肢でまあ、結果的にそんなに難しくなかった問題ではありますけども別に飛ばしたっていう間違いはあ飛ばしたっていう判断は別に間違いではありませんね間違いではないかなと私は思いますはいでは続いていきます小手差の減損会計小手、えー、差の減損会計で あはねちょっと難しいと思います。あ単体で考えると難しい。でも、いはこれ、計算ですね、回収可能価格と賞味売却価格の意義なので、まあ、これ、丸なんですけども、ああ確実に判断はできるかなと思います。で、うはね、共用資産に関する原存のですね、えー、計算の説明なんですけれども、これですね、共用資産に優先的に配分するというところを間違ってませんね、のれんだったらいいんですよ、のれんに優先的に配分というのは丸なんですけども、共用資産には優先的に配分しないですよね。えー、かなんかででですすすすすねねベースにに、えー、分分るるわわけけらら、ね、とそれ以外の ね、はい、でこ A ですね A は連結財務者の作戦にあって子会社の支価獲得日において子会社の資産および負債を自家評価するが、えー、当該子会社が直近の決算面において小手資産の減損損失を計上している場合、えー、当該小手資産については減損損失計上後の母貨を自家として採用することができるとありますが、まあ、そんなことできないんですよね、はい、だからツですでこれ A はね、えー、過去にも出ているんですよで1問一答とかね過去もベースに演習されていた方は、えーまあ、これも判断できたのかなと思います まあ冷静に考えればその原損形状後の母化が自家として採用することができるわけがないんではいまあこれは罰ですねはい原損形状後の母化って自家ではないわけですからはいでさらにね原損をかけての関係ってやりましたよね取得原価を配分するんで、えー、自家ではなくして取得原価なんと自家とは全然性質が違うんだということもやっていますのでまあそういうところからも判断できたかなと思いますがうんただまあね トータルで見ればあ、まあ、少し解きづらい問題ではありますので「い、まあ」イとウが、ね「う」が明らかに×、えー、バツと「丸っていうのは分かるんですけれども、まあ、基本的に「丸足を軸に判断するっていうのはです、ね、危険ですし「まあ」は少し細かいし「まあもね、えー」も過去問等で印で象、ね、をしていなければ、まあ、判断としては厳しかったっていう方もいると思いますので正当感性は注意にさせてもらいました。はい では次は問題19は理論の中でも一番簡単かもしれませんね、社債とこの問題19が一番簡単かなと、社債の理論と、えー、この研究開発の理論が一番簡単かなと思います。はい、えー、研究開発費はですね、えー、人件費のききてありますが、人件費のぞかない、ですね人件費も含めてですから、これバツですね。はい で企業結合により非首都企業から取得した資産のうち研究開発の途中段階の成果、ね、これは分離して譲渡可能だっても資産として計上してはならないとありますけれどもはいこれね、えー、企業結合により受け入れた他の資産負えとの整合性を取るために資産計上するはしたがって EU4 ですねはいでは続いていきます問題20四半期、えー、四半期ちょっと難しいですね四半期は正当化のせい中です細かい内容も出ていますので、えー、ここは正解できなくても正直しか,しかた仕方がないかなと、えー、思いますはい まあアマバですね。先入れ先出しから総平均法に変更する。まあ開示の迅速性をね、えー、目的として先入れ先出しから総平均法に変更するというのは、えー、これはね費用の認識測定に関しては財務省の信頼性の根幹をなすですね、えー、重要なですね、えー、方法ですからまあこういうものはですね、えー、変更できないわけですよね。基本実績主義だけですからはいでまあイは丸ですね。まあちょっと細かいですかね。イ、えー、は丸すません。はバですね。えー 治安基財務省において総平均を適用することが認められません。費用認識費用測定に関するね、えー、会計方針っていうものは会社の迅速性を理由に変更できないで罰ですね。今丸ですね。今丸ですけどまあ細かいですね細かい。 ででで細かいすすねね丸なんです、ね、自発的な会計方針の変更を第三四半期会計機関で行った場合には第三四半期財務省に会計方針の変更の内容その理由及び影響額に加えて第三四半期に変更した理由を中期しなければならないとありますがまあこれ丸なんですね。でこれですね第一四半期に変更するんだったらいいんだけども第二四半期以降に変更すると中期が必要になってくるんですね。まあちょっとおかかしいいわけでですよねななんでその途中からいきなり 第一四半期まではこういういいしていたのに第二試案期からななんんんで途中にそんな会計書変更するんだっていうことでで、えー、理由が必要なんですよ第一試案期からだったらまあね切り替えー、からね当期、えー、からじゃあ新しい会計文書を変更するんだ切り替えから別に理由,理,理由いらないんですけども第二四半期以降に変更した場合は、えー、その切りが悪い要は3ヶ月経ってなんでいきなり変更するんだっていうことで第二四半期以降ですね第二四半期以降を変更した場合は理由を書かなければいけないでこれは第三四半期ですけども第三四半期だって変更したら理由は中期しなければいけないということで丸です。はい 第二試案期以降に変更した場合は理由が必要で今回第3四案期なので当然理由も必要ですということです。はいそして A ですね A は細かいですねこれは以前2回ぐらい過去問出ているんですがはいこれ×で,ですか、まあ、この文章それ自体には間違っていないんですけども欠落してるんです欠落してるんですねはい。 えー、市安婦財務省の作成におけるクルノベ税金差の回収可能性の判断について重要なあ企業結合や事業分離業績の著しい好転またはその他経営環境の著しい変化が生じていない場合かつクルノベ税金差に重大な影響重大な変動大きな変動が生じていない場合には前期末において使用した業績予測やサックスプランを利用することができるっていうことですね。プラスしてかつ クルノベ税金さんに重大な大きな変動が生じていない場合にはっていう要件が必要になってきますのでまあこれはなかなかね細かいところにはなりますよね。はいまあ、比較的メメジジャャーーななな選選択択肢肢といえばメジャーな選択肢なんですこれもね過去問で2回ぐらいは出ていますので、えーまあ、一問と中一問と中心に、ね、過去問練習を重ねていた方はまあ何度か判断できたのかもしれませんが、まあ、いずれにしても細かいというところで問題人数は正当化なすれば中になります。はい で問題21はカワスカンザン調整勘定でこれミスした人もいるかもしれませんが問題21はですねあの包括例計算書に計上される川町ですからね BS じゃないですからね心地注いですよはい包括例計算書に計上される川町の金額ということでまあそのねレックの解答ソフトを作るスタッフさんの中にもですねあの見事に引っかかってしまったという方もいますがはい一応これねあのタイムテーブルの部分的なものですけども BS の川町ではありませんからね包括利益計算書っていうことはフローですから、えー、1年間の動きですね、えー、どれだけ変動したのかということで、えー、8万3,000変動していますので、はい、8万3,000が包括利益計算書に計上される河津換算調整勘定になります。はい、まあ、これでしょうで、えー、個別計算最後ですね、えー、問題22株式典で株式典もこれね優しいんですよすごい優しいんですけれども、まあ、ちょっと論点的にマイナーな論点になるので正当可能性は中にさせてもらいました。 論論点点的にに少しマイナーな論点になりますそれで正当化の中とでも問題自体はすごい優しいです。もうテキストの説明レベルですから、まあ、問題集の中で株式店やられていた方はですね、まあ、正解してほしかった問題にはなります。はいえー、状況としては、まあ、この状況ですかね、一応これも伝わるわけではないんですけれども、状況をですね、えー、図にしました。まあ、手書きで申し訳ないんですけれども、はいえー、A と B が株式店で P 社を設立するんですね。P 社を設立ととそうすると えーまあ、A の株主から A 株 B の株主から B 株で P からはそれぞれですね A の株主と B の株主にそれぞれ P 株が来ますよと。はい、でこういう状況の下問われているのが P の個別上計上すべき子会社株式の金額と連結上ののれんの金額の組み合わせで、えー、P の子会社株式ってこうですね。えー、P は 子会社となるですね完全子会社となる A 社と B 社の株式を受け取るんで、まあ、ここですね A 社と B 社の株式を受け取るんで、はい、でこれ取得企業がこの問題って A 社なんですよで取得企業の株式に関しては、えー、これ母カベースで引き継いでいくんですけども非取得企業の株式に関してはこれ直で評価するんですよねはいですんで A 社株式は A 社の母価を引き継いできますからここですね165万たす125万の290万290万で B 社の株式は時価で評価をするわけですねでこの時です、ね、A 社の株価により計算した B 社株主に交付された株式の時価総額まあここを仮定するわけですからね 株式移転の場合でね、ここ仮定して、でここがまあ75万っていうことは、ですか、で P と E を同一視ですからね、えー、まあここも75万ですよ、取得元が75万ですよということで、えー、290万足す75万で200、365万、365万、なのでまあ回答はこの時点で3か4、はい、で連結はですね、A が取得企業なので A が取得するね B を取得してパチソでまあ要は時価評価するだけですね、はい。 ですので、えーまあ、時価評価評します B の土地が15万ですから、土地プラス3万、えー、そして B には識別可能な無形資産があり、その時価が2万で、これは BS に計上されていないということなので、えーまあ、さらにですねここにプラス2万ですね。はいで、すかので 資産でいうと90万所負債でいうと25万ですから純額でまあ90万と25万で65万ですかね。65万ですか。資産がこれ90万ですよね。90万。で負債が25万で65万。65万のものを75万で買ってくるからのれんが10万出ていますね。3番回答ということです。はい。まあここも ねえ株式店やっていいればできるかと思いますああそこお勝負だったというかね、はいまあ、ちょっと論点としてはマイナーかなというところですね。なので、政党がさ中途させていただきましたということで、ここまでが個別の計算です。はい、で、最後、連結の総合問題、まあ、ここは細かくね一個一個は見ていきませんけれども、きょうの連結の総合問題、テーマとしては、一部売却があってね、支配継続バージョンの一部売却があり、税効果会計 えー、あとはアップストリームですね、アップストリーム、この3つですかね、市内継続バージョンの一部売却、税効果回帰、アップストリームと。で、アップストリームのです、ね、利益の影響を織り込んだタイムテーブルを一応、ですね今、映しますので、はい、えー、まあ、ここのタイムテーブルがかければ、これ利益、状況もそんな難しくないんですね、利益、状況も難しくないので、はいまあぜひ取ってもらいたいかなと思います。 何が難しいかって特定のもので取り分け難しいものは正直ないかなと思います。まあ資本上級の金額の時に法人税との調整を忘れてはいけないっていうところは一つねあるかと思いますけれども、まあ他は取り分け難しくないですから、えー、アップストリームの影響をタイムテーブルにね放り込んでいく練習されていた方はまあこれは満点も全然ね狙えたかなと思います。はい。まあ残の金額は三万二千から三千二百引いた金額ですね。え二万九千六百。一番かな。えー、あごめんなさいここがバツ一年の末で失礼しました。バツ一年の末の えのれんの金額ですからこれ2番ですね罰 ×1 年度末ののれんですからねすいません私が今え1番って間違えちゃいましたが、はい、3万2万二千で2番でしょで罰 ×2 年度末の非支配株主持分で6万6500に20%かけたものですね20%かけたもの1万3300で3番かける20%ですよね で利益剰余金の金額、これ、×2 年度で、アップスリムの影響をタイムテーブルに放り込んでい、えー、ったものであれば、えー、親会社 P 社の利益剰余金が、えー、これ、9万で、えー、そこにタイムテーブルの矢印上とのれんの消却ですね、これ、影響を引っ張ってこれば、25は、えー、9万2千0かな、9万2千はい で3年の末の非支配株の下落分、ね、ここも、えー、かける30%で出てきますね。8万7200かける30%で2万6160の6番で。車の税金んに関してはもうコツコツやってくださいということですね。で最後、資本条件ですね。資本条件、えー、10%売ってるんで、これ、非株なんですが、ちょっと10%売ってる場合ですね。ちょっと色が、こっちとお家で分かれているんで、ここ30にしましょう、こっち三十にして、これ、非株ですね。これ非株で

はい、でそこからあまあ資本助金と法人税とね求めていけば、まあ、OK かなというところですね。はいですかね。 まあ最後、資本条件を求めるときは、ねえー、法人税との修正部分というものをです、ねあのー、忘れてはいけませんので、まあ、そこは、ね、ちょっと注意をしていかなければいけないですが、まあ、そうじゃなければ、ね、それほど難しくはないのかなと思います。はいえー、ということで、まあ、一通りり解説はさせていただきましたけれども、うんまあ、ちょっとね印象としては、まあ、優しいとは言った通りなんですけれども過去問の焼き直しに近いものが多いかなと。つまり 過去を見たものは結構多いんですねこれね計算も理論もそうです計算も理論も比較的過去の出題に似ているものが多いというところなのでまあ、一つね今後の対策としては まあ過去問特にまあ理論なんかもそうですけどね過去問を中心にやっぱり一問一答のね過去問部分を見ていくっていうのは一つのね対策なのかなとは思いましたはいまあいずれにしてもですね、えー、まあ今日試験受け終わってねもうね疲労困ぱで疲れてる方が多いと思いますまあね肉体的にも精神的にもですね、えー、かなり疲れたよっていう方はですねもうじっくりと休んで、えー、まあ丸付けしてですねいろいろまあね、えー、出来が良かった悪かったっていうね結果はまた結果であると思いますけれども、えー、ま,あまだね今日本当に終わったばかりで、えー、この収録もですねしていますので、えー、今後のね、えー、動きの中で またあのボーダー等々です、ね、変わる可能性もです、ね、ありますので、えーまあ、アンテナをねこう張り巡らせて、まあ、この1週間、2週間ね過ごしてもらえればと思います。でまたですねあのボーダー突破されている見込みが高い方はもうすぐさまね論文の勉強に移った方がいいですね、これは。あのまあ、5月担当と違うので多少休んでも、まあね、問題はないといえば問題ないんですけれどもやっぱりなるべく早くですね論文の勉強に、えー、着手することがねやっぱり8か月後の論文式試験に直結しますからね、当然。ね えー、この一ヶ月間例えば、ね、発表まで待つっていうのは、まあ、少し危険ですから、えー、少なくとも年内にはですね論文の準備っていうもの、まあ、論文の勉強の準備っていうものを始めてね、えー、少しずつ動き出すようなね、えーまあ、そんな、あのー、プランニングを立ててみていただければと思いますはい、えー、それでは、ね、本日は本当に、ね、お疲れ様でした財務会計論の速報動画以上とさせていただきます、ね、お疲れ様でした